どうも、くまです。また、10連まで取りだめてガチャを投稿していきたいと思います。じゃあ今日はね、3連かな。全部バハムートでいこう。ドロシーかネフティス。できればドロシー。あとロイヤルのアイスでもいいな。まあまあ、まずはね、軽くね。よし、次行こう。頼むよ。おおお、あ、でもカメラだな。これはネフティスネクロに使うやつですね。じゃあクリスタル終わって3回目っすね。ちょっと前回ねレジェ出てないんで、今回レジェ2回は引きたいな。オッケー、バハムート。それでは次、またレジをね、引いていきましょう。さあ、続きをガチャっていきましょう。まずは2連から。さあ、レジ来い。まあ、今回はね、一応バハムート来てるんで、もう1枚。何か欲しい。何かじゃないよ。ドロシーだよ。引けない。じゃあクリスタルで割ってこう。いやー来ないかな、ドロシー。来てくれていいんだよ。マヘト、ちょっと見ようかな。エルフの守護か。6コスはきついね。よし、次行こう。さあ、じゃあ、ラスト4回引いていきましょう。まずは、バハムート降臨チケットで、まあ、レジェンドをね、当てていく。で、ドロシーは、もう3体作っちゃったんで、ニフティスですね、欲しいの。か、アルベルト。あ、セルウィンって結構さ、なんか優秀だった気がするな。で、2連と。おおおお、ゴールドも出てくれない。ああ、ゴールド2枚。まあまあまあだな。バロールって何？ネクロマンサーの必殺、ラストワード相手のフォロワー全てに3ダメージ。面白いね。面白いけど、これ入れてる人見たことねえな。じゃあラストクリスタルで割っていきましょう。クリスタルももうあと350か。クリスタル全部なくなる頃にはマスターっていうのを夢見てたんですけどね。しょうがないね。それではご視聴ありがとうございました。